ぬるめが好きな茶飲みの友達。仲間や。仲間。ごめんごめん、もう一回。ぬるめが好きな茶飲み仲間。いよいよ最後の曲になりました。その前にメンバー紹介を、そうだね、メンバー紹介ね、本当かいからかうんじゃねえ。あのね、アフコンでは PA をやってます。あの、まさか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 ね。そう、いや、名字を言おうかな、あ、そうか、名前迷ったら、ね、忘れたわけがない。名字は小玉です。宮崎どこでもありましたね、小玉。下が正勝だから、まさかちゃんって見ねてくれましたよね。はい、そういうことです。だからだからだからなんでしょうね。オチはオチはないのよ。ないのよ。ないのよ。はい、そしてこちらがね、戦場のカメラマン川田さんです。最近はゲーシーさんの方ね、昔あの医者の あの物語で、海外ドラマで、ガーシーじゃないかね、ベン・ゲーシーってありました、ね、昔ね、医者のドラマで。あ、知らないみんな、知らない。ケーシーとかも見つかるから。あ、ベン・ケーシーってあるよ、あの、よく知ってますね。はい、あ、ケンさんのみんな知ってますよね、小松のケンさん。なんとかね、知ってますよ、ね、あの、みなさんね、あの、小松政夫さんを知らない人が、あの、私のことを小松の親分さんって言うと、あら、あの人本当に元ヤクザかしらってなりますのでね、ぜひそこのとこは、あの、ね、小松政夫さんをちゃんと説明してあげてください。では、いよいよ最後の曲です。最後の曲はですね、ご合法でございます。業務連絡やな。さっき決めた、今日はね、ステージで何回練習したっけ、まだ1回よね。そう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 、
一回これに出るって私が出ると決まって応援頼んで3人でやったの1回だけ、はい、次歌う曲ってねすごい1960何年だから、うん、ザ・シャデラックスですよ。知ってます？シャデラックス、シャデラックス、青い三角定規も歌ってるみたいですよこの歌。はい、では行きます。聴いてください、君の国を。ありがとうございました。